ばんは。こんばんは。好きです。ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。取り込められてるかと思った。あ、これのせいで、これ女さんバチコにありがとうございます。大変可愛らしいございます。ありがとうございます。そうです、久しぶりの T シャツになります。顔ドアップお願いします。はい、どうぞ。これがめっちゃギリギリ。ほら、ありがとうございます。オリジナル家具ではないですね。これはアマゾンにあります。よかったら探してみてください。超快適、この上で寝れちゃうよ。スカート履いてます、セットの。ちょっと薄い色同士でちょっとあんま組み合わせとしては良くないけど履いてます。フォローありがとうございます。今日はね、プレゼントが届いてるんで、それを開けていきたいなって思ってます。大沼さん、バッチやサロニコにありがとうございます。今回も星です用の写真になってますので、お楽しみに。じゃあ開けます。今日は箱一つになります。全部で3つ入ってますね。まずはこれ、いつもの、でもいつもより箱が大きい。これいつもこんぐらい、こんぐらいだけど今日はちょっと大きい。これありがとうございます。よかったらインスタの方もフォローお願いしますね。おしゃれ。何この糸、絶対開け、あ、引っ張る系だ。じゃーん、かわいい、すご。初めてじゃない、引っ張る系。はじめましてのボックスです。ありがとうございます。よいしょ。次、あ、これついてた。2個あります。こっちから開けます、大きいんで。なんだろうこれ。珍しいタイプね、珍しいタイプだった。いきます。これあれだよ、めっちゃ革なんだよ。激革。ズボンなんだけど、じゃじゃーん、ピンクのズボン、 X ガールなの。可愛くない？あ、なんか茶色の紐ついてる。このズボンさ、 T シャツと合うなと思って買いました。ありがとうございます。
このねポイントここ、このわかる？この股のところが下にあるのが好きなの。だからそれをちゃんと見て選びました。生地ね薄めだから、暑いからぴったりだと思って。可愛くない？ピンク、いつも選ばない感じの色にしてみたって感じ。ありがとうございます。これ可愛い、明日着たい。フィンガーハートありがとうございます。次ラストボックス、なるほど。これねめっちゃ欲しかった、前回のライブでちょっと話した。いきます。じゃじゃん、なんだろうなんだろうって感じだよね、これだけじゃそうね、ズボンはちょっと大きめかも。可愛いでしょズボン。こんにちは、いつもミルクだと思って見てます、ありがとうございます。どうやって開けるのこれ。ハートミーありがとうございます。よいしょ、開け方わかんない。おおお、説明書みたいなの入ってる。じゃらん、結構重ため。じゃーん、読める？文字書いてあるんだけど見にくい？あ、これ見えるんじゃない？バレンシアガですね。よいしょ、すごっ。じゃーん、やば、かわいい。どうやって開けるのこれ。え、かわいい。じゃーん、バレンシアガのサングラスになります。可愛くない？ちょ、これつけ反射大丈夫かな。とりま選んだポイント、ここ可愛くない？この横のやつがあるやつがいいなと思って選んだの。え、しかもレンズにバレンシアガって書いてある、可愛い。可愛くない？やば、ありがとうございます。サングラスね欲しかったんだよね。こんばんは。え、しかもケースやば、すごっ。初めてのブランドなんだけど、バレンシアガ、こっちか、初。え、結構ねケース重ため。バレンシアガが可愛いと言えるセンスが素晴らしい、ありがとうございます。めっちゃ革なんだけど、ここマジでここがいい。なんかディオールもあったんだけど、ここまあやっぱバレンシアガかなって感じですね。これありがとうございます。うんうんうん、こんばんは、こんばんは。よいしょ、プトプトプト、説明書見とこ、一応。なにこれ、なんか紙入ってる。何これ、本物ですよみたいな証明書、証明書、製造元インフォメーション、あー、なんかサングラスについての説明が書いてある。まあこれはよう分からんからそのまま入れとこう。可愛すぎる、ありがとう。
だ、保証書、大事なやつ。フレームの種類があるらしい。何フレーム？これプラスチックフレームかな。重松さんだ、バーケンジさん、バッジをさらに購入ありがとうございます。これはちょっとよくわからん。一緒に撮っとくんだね、これ。YUMASAKI5293 バチコにありがとうございます。特典はね、星リセオの写真になってますので楽しみにしててください。ほら、ありがとうございます。よかったらインスタ来てください。よいしょ、かわいい。今日前髪がなんかいつもと違う感じ。ニキビできたんだよね、ここ。最近スキンケア頑張ってたのに残念すぎる。ハチさん、バチコにありがとうございます。どんな髪型でも似合ってるよ、ありがとうございます。もうちょい伸ばしたよね。先はどうにかしたい。これパシャパシャ。日差しでもニキビのきっかけになったりするから、確かに気をつけようって感じ。でもマジで最近は日焼け止めめっちゃしてる。日焼けしたくないからね。だから去年よりは全然まだ白さ保ってる。耐えてる耐えてる。その分日焼け止めの消費は早かったけどね。今日は髪の毛落ち着いてるよ。本当です。乾かし方が良かったのかな、髪の。逆にやってね。そう、マジで肌白くなりたいし、肌なんか毛穴、毛穴がない肌になりたい。でもまだ程遠い。毛穴ない人いるじゃん。どうやってやってるのかなって感じ。焼けてたね、結構。だって今年はマジで日傘は必須だし、日焼け止めもやってる。毛穴はなんか消せるんですよ。見えなくできる、ちっちゃくできる。あのリードルショットも毛穴に効くんだけど、聞いてるのは聞いてるんだけど、マジないって感じじゃないから、他のものを試そうと思っていろいろ調べてる。美白はビタミンがいいみたいな感じだった。だからあのジュースとかもビタミンのやつ飲んで、ビタミンあれあるじゃん、コンビニとかによくあるやつ、なんだったっけ、キリッと果実みたいな、あれ飲むようにしてる。ビタミン取れるから。
美味しいしね、グレープフルーツの方は。なんかオレンジ色の方はあんまり好きじゃない、ピンクの方は好きだけど。口笛吹けますか？音鳴らすぐらいなら多分できるかも。こんばんは、フォローありがとうございます。ビタミン C 必須です。じゃあ今日はね、開封終わったんでライブを終了したいと思います。見てくれた人、コメントしてくれた人ありがとうございます。フォローめっちゃありがとう。よかったらね、インスタの方も来てみてください。ってことでまたね、バイバーイ。